強い一番太鼓が川崎の街に響き渡ります。去る11月1日から3日まで恒例になった川崎市民祭りが開かれました。作ろうみんなの広場を合言葉に、今年で10回目を迎えた市民祭り、年々盛大さを増しています。川崎球場や市民広場などをメイン会場に、富士見公園一帯で民族芸能、各種バザール、カラオケ大会など多彩な催し物が繰り広げられました。中でも華やかなパレードは、中学高校生がオープニングを飾り、1500人参加のみこしパレードと続きました。パレードの最後を飾ったのは、もうおなじみになった歴史仮装行列。川崎ゆかりの歴史上の人物が次々に登場しました。市民の間にすっかり定着した川崎市民祭りは、出会いと触れ合いの3日間、延べ54万人が楽しみました。